生です。ほい、生徒です。今日は久々に意味がわかると怖い話をやるよ。ああ、主人公が井戸に死体を捨てていたらなぜか翌日には消えていて、今度は母親までもやっちまっていつも通り、井戸に捨てたら、なぜか今度は死体が消えずに残っていて、それからずっと消えないで、なーにこれ？あ、ってなるやつとかだよな。そうそう、元ネタは東田隆さんの迷路って話なんだけどね。あ、2チャンネルの書き込みが元じゃなかったんだ。うん、読んでみたらわかるよ、まるっきり同じだから。それはそれで意味がわかると怖い話だわ。そんな怖い話を10個話していきます。正直今回のは個人的にも何が正解かわからなかったから、みんなも考察してこれはこうだと思ったってのがあったらコメント欄に書き込んでディスカッションしてください。それじゃあ意味がわかると怖い話の世界に行ってみようか。どう、本編始まるよ。ペリペリー、廃屋での肝試し出ると評判の廃屋で、俺たちグループの中でも一番気が強く心霊現象完全否定派である武田が夜に一人で肝試しをすることになった。やめといた方がいいってと俺たち4人は引き止めたが、武田は鼻で笑い、じゃあ必ず約束守れよ、俺が一人きりで朝まであそこで過ごせたらお前らは俺に2000円ずつ払う、もし俺が逃げ出したりズルをしたら俺がお前ら全員に2000円ずつ払う、証拠のハンディカムはちゃんと回しとくから。位置はこの辺でいいか、映ってるよな。つうわけで一人肝試しの始まり。はあ、朝まで暇だね。携帯もノートパソコンもダメとは、このままぼーっとしてるのもなんだからさ、一つ例なんか一切信じてないこの俺がとっておきの怖い話をしてやるよ。お前らのこと、お前たち4人の話、お前たちまだ気づいていないのか。違うだろ、本当はとっくに気づいてて、なのに知らないふりをしてるだけなんだよな。なあ、正直に言うよ、俺は今怖くてたまらない。この廃屋がじゃない、お前たちが、お前たちの視線が今こうしてお前たち4人に俺を見られていることが怖くて怖くて死にそうだ。ずっと前からどうやら賭けは俺の負けだな。ちゃんと払うよ、6000円は。結局武田は俺たちに金を払うことはなかった。ハンディカムの映像だけを残し、あの夜に廃屋から出た後突然失踪したから行方は未だに知れない。今でもたまに俺たち4人は武田の残した映像を見る。その度に不可解な気分にとらわれる。一体武田は俺たちの何がそんなに怖いのだろう。何これ不穏、これは何がどこが怖いのか人によってめちゃ解釈が分かれる話だね。とりあえず5人グループのうちの1人、武田くんが心霊スポットである廃屋に1人で朝まで耐久肝試しをするって話だよな。そうだね、しかもお金をかけてまでやっているね。武田が1人で8000円払うか、他の4人が2000円ずつ武田に支払うかってことだけど、なぜか武田のハンディカムの映像では6000円って言っているんだよな。うん、そしてそこで武田が指摘していた人数の件もあって、4人のうち1人が人ではない何かって考えられるよね。これさ、霊なんか一切信じていないって強調しているじゃん。そうね、冒頭とハンディカムの映像で2回言っているね。でも怖いって何度も言っているからさ、霊が出てこない怖い話にも考えられるよな。私の解釈では、武田はこの4人に隠れている1人の化け物から逃げる。そして他の3人の友人に、気づかせるための策だったんじゃないかと考えている。というと、肝試しの体でいつもの5人グループから離れてさ、冒頭の霊を信じていないってくだりは廃屋は怖くないよってことを強調しているんだと思う。そしてハンディカムの映像の霊を信じていないってくだりは、4人のうち1人はやべえやつだけれど誰がそいつなのかはわからない。だから4人に自分を見られているのが怖い。もしかしたら他の3人は知りつつも危害を加えられたら怖いから知らないふりをしているのか。もし破る、そんな状況ごめんだわ。この映像を見て気づいてくれ、考えてくれってな感じで、肝試しって形で1人になってこの映像を撮影して危機を伝えようとしたみたいな。ほんでさ、この後武田は失踪しちゃったじゃん。その1人にやられちゃったんかな。どうだろうね、私は生き延びていると思うけどやられちゃった可能性もあるよね。この肝試しで1人になってさ、賭け金払って言っているのもあって、あの場から逃げたのは確かだよな。映像を見た人もあの夜に廃屋から出た後って言っているからね。そして一番怖いのは、主人公は今も気づかずにその化け物と一緒に行動をしていること。確かにそう考えると怖い、幽霊からの物体 X みたい。あと、幽霊は信じてないって強調しているのは、そう言っておけば危険なそいつから疑われずに済むって考えていたからかもしれないね。でも幽霊じゃなくてさ、殺人鬼ってパターンも考えられるよな。うん、だからこその幽霊否定強調とも考えられるよね。あん、心が二つある。皆さんは、武田の話をどう思いますか？美しくない彼女。彼女は職場の同僚である彼を愛していた。彼女の容姿はお世辞にも美しいとは言えず、同僚は皆彼女の容姿をバカにしていた。彼は美貌と才能に溢れていたが、他の同僚のように彼女をバカにしたりなどせず、とても優しかった。
その優しさに自分が釣り合うはずがないと嘆きつつも、彼を思う気持ちを止められない。彼女は彼に愛されたい一心で、美しくなるための努力に全てを費やした。その甲斐あってか、彼女は誰もが羨むほど美しくなった。今まで彼女の容姿をバカにしていた同僚たちも、女は羨望の、男は憧れの眼差しで彼女を見るようになった。そして彼女はついに彼に告白をし、彼もまた彼女を愛していると熱く告げた。翌日、彼女は会社の屋上から飛び降りてこの世を去った。屋上に残された遺書にはたった一言、帰りたい、と書かれていた。途中まではふんふんって読んでいたけど、最後で急にわからなくなったんだけど。だよね、相思相愛じゃん、カップル成立よかったねって感じなんだけどさ、なぜか最悪な結末になっているんよね。なんで願いが叶ったのにこんな終わり方になっちゃったんだろう。私が考えるに、彼は元の彼女の顔が好きでさ。あ、つまり B 線ってこと？そうそう、けれど彼女は彼に振り向いてもらうために、整形手術をして、別人のように可愛くなった。みんなも羨望、憧れの眼差しを向けたってあるから、めちゃ綺麗になったんだろうな。だから自信もついて告白したんだと思う。でもその結果、成功したから何の問題もないじゃん。そうも考えられるけど、彼もまた彼女を愛していると熱く告げた。って部分で別の解釈を考えると、告白してくれてありがとう、けど俺は前の君の顔がものすごく好きだったんだ。今の君とは付き合えないって感じで前の顔を愛しているって熱く告げた。なんて風にも考えられるじゃん。なるほど、そう考えたら彼女が絶望して飛び降りる理由がわかるな。けれど、二つ引っかかるのが遺書の帰りたいって文字。その解釈が正しかったとしたら普通は昔の顔に戻りたいとかじゃない？醜かったあの頃に帰りたいって考えればまだ納得できない？微妙だな。それともう一つは、その説で行く場合、彼もまた彼女を愛していると熱く告げた。じゃなくてさ、彼もまた彼女を愛していたと熱く告げた。って書くべきじゃない？まあそっちの方がわかりやすいけどね。他に考えはないん？帰りたいって意味は一緒だけどさ、他にもいろいろ解釈できて。例えば、彼もまた彼女を愛していると熱く告げた。って部分なんだけど、実は彼はすでに別の彼女がいて、気持ちは嬉しいけど、もう彼女いて冷めちゃ好きなんだよねって。熱く告げた、だから彼女はもういたんかい？ってなって、絶望したって感じとか。せっかく綺麗になったのにね。あとは、彼は告白を OK してくれたけどガチで別人だと思っていたとか。それは確かにちょっとショック。遺書の帰りたいに着目して別の解釈をすると、彼にさっきみたいな理由で断られたプラス整形とかしてお金すっからかんの。借金地獄で、帰る家もないって意味で帰りたいって書いたとか。なんか全部でキシャリとくるもんがないんだよな。そう、だからあえてピックアップした。これは皆のコメントも楽しみだな。皆さんはこの遺書の意味を理解できますか？悪いことしてる。前の勤務先の同僚が、俺の職場に立ち寄った。お互いに既婚者だが、俺らはよく飲みに行ったり遊んだりする仲だった。久しぶりに会ったので近所の茶店に行って、最近どうよ、悪いことしてる。と俺が聞くと彼は笑いながら話し始めた。1年ほど前から10歳下の愛人がいて、クリスマスは22、23、24、25日と彼女のマンションで一緒に過ごしたそうだ。当然自宅に帰らず家庭はめちゃくちゃ。しかし、小学生の娘がいるのでかわいそうに思い、25日の19時頃に家に帰ることにしたんだって。けれど、それを止めようと泣き叫び懇願する愛人。最後は喧嘩となり、ようやく愛人を振り切り、11階からエレベーターに乗ったんだ。彼は笑いながらさらに話を続けて、マンションのエントランス出て、外に行ったらそいついたよ、と言った。何これ？でもこれはわかりやすいよね。家庭があるのに大事な時に愛人と過ごしている友人が怖い？それは間違いなく怖いというかゲスだと思うけどさ。そこじゃなくて、友人は愛人を振り切って、11階からエレベーターに乗ったじゃん。でもなぜか彼女の方が先にいる。もう死ぬほど走って、階段で降りてきたとかじゃなくて？まあそれはそれで執念がすごいけどさ、エレベーターに勝てないでしょ。いやこれが深夜とかだったらわかるけど19時の話だから、エレベーターも途中で何回か止まる可能性あるじゃん。はちゃめちゃに走ればギリ行けるんじゃない？でもそしたら意味がわかると怖い話じゃないじゃん。エレベーターのドアが開いてエントランスに、膝に手をついてぜいぜいハーハーしている愛人いたら怖いでしょ。そうじゃなくて、これ、飛び降りたんじゃね？って話。喧嘩した後にベランダからってこと？だから愛人の方が早かった。ちなみにこれ、元は2チャンネルで会話の中に出てきた実話みたいでさ。あ、意味がわかると怖い話として作った話ではなくてってこと？そうそう、この後警察にめちゃ疑われるけど、目撃者もいたことから捕まったりはしなかったみたいでさ、けれど、特に悪びれた様子はなくて、笑いながらこの話をしていて、それに書き込んだ人はドン引きしてそれ以来、彼とは会っていない。ってな感じのやり取りをしていたよ。まあそれがいいよな。けどさ、最後に名前欄をその書き込みをしたレス番号に変更して、一生このことを背負って生きていく。彼女のご冥福を祈ります。って書き込んで終わるんよね。それってつまり？もしかしたらそういうことかもしれないよね。こっぱ？自分が友人ってこと？創作でありますように。
皆さんは愛人なんて作らないでください。一番の宝物なんだ？宝島を見つけようと必死で探した夏休み。川の横で知らない子が一人立って、ニコニコ笑ってる。宝物ならこの橋の滝壺に埋まってるよ、と友人たちしか知らない目的を口に出す少年。友人たちは犯人は誰かと顔を見渡すも、みんな同様に困り顔。少年はニコニコ笑いながら、本当だよ、あそこにあるよ、宝物と、歌でも歌うように川の橋を指す。さて、これはどうしたものかと考えあぐねるも、少年が嘘をついてるようには見えず、信じ始めたものから順にそこを目指し川を泳ぐ。少年が帰る素振りを見せながら、一番の宝物なんだ、と、謎かけのように、大きな声で軽やかにこちらへ投げかける。泳ぎながらも考えるが、考えはまとまらず、少年が聞こえるか聞こえぬかの、か細い声で何かをつぶやく。数人がそれを聞き引き返す。先頭の者には聞こえずか、そのまま刺された場所を目指す。僕は引き返す。少年は確かに言ったから。それはね、と、先頭に行った友人のうち1名死亡、1名未だに行方不明、そして身元不明の遺体1名。今年も川に花を流しに行ってきた。川の横に少年がニコニコと笑っていた。一番の宝物なんだ、と聞かれずによかった。僕には今、家族がいるから。何ですかこれは？正直、全くわからないよ。これ怖い話？一応、意味がわかると怖い話みたい。でも探しても答え見つけられなかったからさ。視聴者に委ねようと思って、努力をして、一応考えてみたよ。聞きましょう。まず夏休みに宝島を見つけるっていう目的のもと、主人公たちグループは行動しているよね。うん、そこに謎の少年が変なこと言ってきたよな。宝物が滝壺に埋まってるって言ってきたけど、なんでそれを知っているん？そしてどうして教えてくれるん？って思うよね。肝心なことはぼそっと何かつぶやいたみたいだけど、それを聞いた主人公と数人は引き返した。けれどそのまま泳いだ友人は死んじゃったよな。うん、そして最後、今年も川に花を流しに行ってきた。ってあるから、その事件から時間は経過してそうだよね。でも、その笑顔の少年はまだそこにいたんだよな。そうなんだよね。だからこの少年は生きている人じゃなさそうな気がする。そして一番の宝物なんだ？と聞かれずによかった。僕には今家族がいるからで締めくくられるから。一番の宝物がそこにあったら困るってことだよね。意味わからんやん。私の考えでは、身元不明の遺体一名ってあったじゃん。うん。それが笑顔の少年なんじゃないかな？って考えた。え、どういうこと？つまり、その少年が一番の宝物なんだ？って、謎々をしてきた際に、思いついた答えがそこにある。ってな話だと思うんよね。というと、死んでしまった友人はこの問いに自分の命って考えて、主人公はこの問いに友人って考えたんだ。だから、その通りになって滝壺から友人の遺体が出てきた。ああ、答えの結果が滝壺に出てくるのか。うん、だから主人公とか同じことを思った友人たちは生きて帰ってこれた。笑顔で謎々を言ってきた少年もおそらく自分の命って答えたんだろうね。つまり、その答えが身元不明の遺体として滝壺に出て一緒に見つかったってこと？なんじゃないかな？って思う。だから最後に僕には今、家族がいるから、一番の宝物なんだ？って聞かれなくてよかった。って言っているのは、今そう聞かれたら、おそらく結婚して新たにできた家族がその滝壺にいることになるから、ということでその言葉で締めくくったってな感じ。なんかコッパー。不気味だよね、この物語。あ、でもさ確か死体が見つかった時、先頭に行った友人のうち1名死亡、1名未だに行方不明、身元不明の遺体1名。ってあったじゃん。行方不明の人が1人いるけど。うん、それが最後の笑顔の少年でこの少年こそが主人公の昔の友人の1人で、子供の頃に出会った笑顔の少年が身元不明の遺体の子だとしたら、宝物が見つかったからその場から消えた。つまり、その行方不明の子の遺体が見つかるまで、ずっと過去の友人はその場に泊まり続けて同じように謎々を問いかけてくると？だったら怖いよね。ひえ。皆さんはこの謎々の答え、どう思いますか？導き。私は妻のセンスで、洋館風の家に住んでいる。おかげで、私の相棒であり家族の猫にベストマッチする妖魔が、私の部屋だ。ロシアンブルーの毛並みがよく映える。彼の名前はノイズルド。あの人一人が入るほどの大きな切り箱が、私の宝物である。ノイズルドも気に入っているようで、蓋の上を寝床にしていた。なぜあんな箱が宝物なのかって、人は信じないが、あの箱に身を納め目を閉じると未来に行けるのだ。未来に行けると言っても、未来空間に自分の視覚と聴覚を投げ込むだけ。未来を見て聞けるが、未来に直接干渉することはできない。私はその箱を、神の目、と呼んでいる。そして、その中で見ることのできる未来映像を、導き、と名付けた。私は導きのおかげで生きている。というのも、私は神の目で私を殺す人間を見た。そして私は、現在、の世界で、殺される前にそいつを殺してやった。
それだけのことだ。まだ何の事件にもなっていないようだ。そいつの死体も完璧に隠したことだし、まだしばらくは大丈夫だろう。それにしてもノイズルドの体調が最近良くないみたいだ。お気に入りの神の目の蓋の上にももう近づこうとしない。ノイズルドの未来を見てみようか。心配になってきた。私は神の目に顔を入れ目を閉じた。そこで見たのは、腐敗して原型をギリギリとどめている愛病の姿だった。私は愛する相棒の悲惨な姿とその腐敗臭にむせながら現在に帰った。まだ元気な唯一の家族を抱きしめ、私は未来を見たことに猛烈な後悔をした。え、これどういうこと？ちょっと難しいよね。けど引っかかるポイントがいくつも散りばめられている気がする。普通に読んだら未来史ができる切り箱のおかげで自分の命が助かって、愛病の体調が心配だってな感じだったけど、引っかかる部分あった？うん、私の解釈では主人公は妻を殺した後に逮捕され愛病が餓死するってな物語だったのでは？って考えている。いや、そんな気配ある？まず冒頭で妻が出てくるんだけど、最後の文章では唯一の家族って言って猫を抱きしめているんよね。あ、つまり妻は何らかの理由でいなくて、この家には主人公と猫しかいないってことか。うん、ではなぜそうなったのか？その理由が導きで見たものだね。導きは切り箱に入ったら未来が見えるってやつだよな。そうそう、そこでは自分が殺される映像を見たよね。だから逆にその相手を先に殺しちゃったんだよな。うん、私はその相手が妻だと思っている。だから主人公は妻を殺して最後に唯一の家族って言っているってことか。うん、だからこそまだ警察にはバレていないけど、しばらくは大丈夫だろうって書いてあるから、もしかしたらまた別の機会に導きを見て自分が捕まるってことを知っていたのかもしれない。猫の体調の話は何だったん？うん、これね、体調が悪いんじゃなくてさ、切り箱に妻の死体を隠したことによって癖から近寄らなくなったのではって考えている。そう考えたのは、その後に導きで猫の腐敗した様子を見たじゃん。うん、その時に腐敗臭にむせながら現代に帰ったって言っているんよね。それは腐敗した猫の匂いじゃなくて？うん、それは違うと思う。その理由は、導きの説明でさ、未来に行けると言っても未来空間に自分の視覚と聴覚を投げ込むだけって説明しているんよね。あ、嗅覚が入っていない？そう、つまり2回目の未来史はその切り箱に妻の死体を隠しながら導きをしたんだ。そんなところに隠すな。文章でも1回目は身を収めているのに2回目は顔しか入れてないんよね。妻の死体が入っているから自分の体は入れないのか。うん、冒頭でも人一人が入れるサイズって説明しているしね。なるほどな。これだったら当然腐敗臭はするよね。確かに。そして最後に腐敗した猫の姿なんだけど、これはこの後主人公が警察に捕まって世話をする妻も自分が殺してしまった、つまり誰も猫の世話ができないということで餓死して腐敗した姿、最後に主人公はそれに気づいて未来を見たことを後悔して終わるってな感じのバッドエンドストーリーなんだと思った。はい、なるほど。ほんでこれ私は気づかなかったんだけどさ、この話の2チャンネルの考察でもう一個すごいポイントを見つけた人がいてさ。というと？猫の名前ノイズルドだったじゃん。うん、あれって英語のデリュージョンを逆から読んだものではって考察があってさ。あ、本当だろう。マジ読みでノイズレドでちょっとずれているけど、偶然ではなさそう。意味は？妄想、つまり妻が自分を殺すなんて導きは妄想で、自分の勝手な思い込みで妻を殺してしまったってこと。最悪やんって考えたら胸クソ悪い話だよね。解釈にもよるけど、これが正しかったらめちゃ練りに練られた話だな。皆さんは身勝手な導きにはご注意ください。ということで前半終了。後半はどんな意味コアが聞けるでしょう？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半最初の意味がわかると怖い話はこちらです。同窓会に行きました。その日、僕は同窓会に行きました。みんなのムードメーカーの A、 頭が良くてわからない問題を教えてくれた B、 クラスのマドンナでみんなに憧れられていた C、 僕はまたこの愉快なメンバーと騒げることに幸せを感じました。ワイワイガヤガヤと思い出を語っているうちに、ついに最後の修学旅行の話になりました。飛行機の中すごかったよな。だってファーストクラスだぜ。そんなことを話していると、いきなり空気が変わりました。なんだと思って見てみると、基礎がなぜここに。さっきまでバカ騒ぎしていた A も B も C もクラスの皆も、そして私も怯えました。基礎は一人一人の席の前に行き、水をかけて回っています。基礎が私の前に来た時、思わず叫んでしまいました。お前はあの時いなかった。お前はこの世にいないはずだと。え、何何？基礎って何？私も最初意味コア文章よりそれが疑問だったよ。検索したら地域名、川の名前、人の名字ってあった。なるほど。じゃあそれを踏まえて文章を読むとどうなるんだ？私の解釈では、この同窓会っていうのはあの世で行われた同窓会でさ、おそらく、修学旅行の時に乗った飛行機が事故を起こして、みんな、亡くなってしまったってな感じだと思う。そう考えると最後の修学旅行じゃなくて最後の修学旅行になっているのも、なんだか納得できるな。ほんでそこにやってきたのが基礎。出たわね。基礎
そはここでは人の名字として捉えて、木曽さんがこの場所に来たと考える。その来た場所はどこなん？多分、お墓だと思う。つまり、木曽さんはお墓参りに来ていたと？うん、というのも最後の文章で、お前はあの時いなかった。お前はこの世にいないはずだ。ってあったけど、木曽さんだけはその日何らかの理由で修学旅行を欠席していて、事故に遭わずに済んだ。なるほど。つまり、この日は彼らの命日で、だからこそ皆で集まって思い出を話していた。そこに木曽さんがお墓参りでやってきて、彼らの墓石に水をかけて回っていたんだろうね。なんか悲しい話だな。皆さんも今日という日を大切に生きてください。手足のない友人。ベトナム戦争から家に帰る前夜、青年兵士は自宅に電話した。明日帰るんだけど、他に行くところがない友達を連れて帰りたいんだ。家で一緒に住んでもいいかな。息子の帰還報告に狂気した両親は、もちろんと泣きながら答えた。でも一つだけ言っておきたいことがあるんだ。彼は地雷を踏んでね、腕と足を失ってしまったんだよ。でも僕は彼を家に連れて帰りたいんだ。そのセリフに両親は押し黙ってしまった。数日ならいいけれど、障害者の世話は大変よ。家にいる間にそのお友達が住めるところを一緒に探しましょう。あなたにも私たちにも自分たちの人生があるのだから、そのお友達の世話に一生縛られるなんて無理よ。やっとのことで母親がそれだけ言うと、息子は黙って電話を切った。翌日警察から電話があり、青年兵士の両親は彼がビルの屋上から飛び降りて死んだことを知らされた。死体と対面した両親は絶句し泣き崩れた。え、なんで飛び降り？私の解釈では悲しい話でさ。悲しい？まず登場人物に息子と友人、そして親がいるんだけど、友人は手足を失ってしまっているんだよな。けれど多分そんな人はいなくてさ。どういうこと？この息子が手足を失ってしまったんだと思う。え、友人は？ここでの友人はいないね。いや、何のためにそんな嘘をついたんだ？私の解釈では、この手足を失ってしまった息子は両親の本当の気持ちが知りたかったんだと思う。両親に介護されるってなわけだからね。そこで息子は、手足の失った友人を作り出して、それでも一緒に家に住んでもいいかを聞こうとしたんだ。けれど親の答えは、そう、数日なら良いけど私たちにも自分たちの人生があるのだから、その友人の世話に一生縛られるなんて無理って答えたんだ。でもこれは別に悪くないよね。赤の他人をずっと世話するのはきついと思う。ところが、それは実は息子だったと。まあショックだよね。だから飛び降りたのか。あ、でもさ、手足がないのにどうやって建物の屋上に登ったん？それね、疑問だよね。そんなことが可能かどうか、ネットで調べてみたら、乙武弘忠さんが実際に挑戦していてさ、めちゃ頑張って30階まで登っていたよ。すっご。だから無理ではないと思う。それプラス、屋上にフェンスがないところを選んでいけば、行けちゃうってことか。そしてその遺体を見た両親は、手足を失っていたのは友人ではなく息子だったから、その意味を理解して泣き崩れたってな感じだと思う。なるほどな、確かに悲しいというか虚しい話だな。でもさ、これ思うのは友人だったら確かにこう言うかもしれんけど、自分の子供だったら話は別だと思うんだよね。多分、手足を失ってしまったけど一緒に住んでもいい？とか、介護することになっちゃうけど大丈夫？って聞いていたら、両親はもちろんって答えていたと思うんよね。他人と自分の子供は違うもんな。それを踏まえて、なんか虚しい話だなって感じるよね。確かに。皆さんは同じ立場だったらどうしますか？迷惑な隣人。俺は築数十年の木造アパートに住んでいるんだけど、隣の部屋の住人がすごく迷惑な人なんだ。見た目は真面目そうで雰囲気の良い女性なんだけど、子供がいつも大声でわーわーうるさい。我慢ができなくなった俺は、外で女性に会った時にやんわりそのことを言ってみると、謝られたが子供が言うことを聞かないのが一向に改善されなかった。ある日、もう本当にうるさくて我慢できなくて対抗するかのようにラジカセで大きな爆音を鳴らしてやった。すると、何ともありえないことにさらに対抗するかのように子供が大声で遊び回る。プチンと切れた俺がラジカセの音を最大音量にしてやろうとした。その瞬間、急に静寂が訪れた。停電だ。ラジカセの音量をマックスにしただけで停電するこのボロアパートって。って思ったけど、俺がやってることって超迷惑行為だったわ。と少し反省した。隣人トラブルってあるよな。しかもその中でも騒音トラブルは割とよく聞くよね。足音ドタバタ、話し声ペラペラ、ハレンチボイスアナナン。けれどこのケースは、キッズのドッタンバッタン大騒ぎだよな。まあ子供の声って元気いっぱいだからね。築数十年の木造アパートだからなおさら聞こえてくるのかもしれないね。けれど私の解釈では、これ、とんでもない悪意か悲しい話なんじゃないかと思っている。というと？この隣人の女性、わざとキッズボイスを聞かせていたのでは？ってこと。いや、どうやって？それはおそらく主人公と同じようにラジカセを使って、録音したキッズのワーキャーボイスを、壁にくっつけて爆音で鳴らしていたんだと思う。その理由が停電した時に静寂が訪れたって言っていてさ、キッズの声だったらそれこそ、ワーキャー聞こえそうじゃん。
停電だーってなりそうだね。でも何も聞こえなかった。つまり隣人の女性も同じように機械を使って引っ越しおばさんのように大音量を流していた。いや、なんでだよ。最初は主人公に引っ越ししてもらいたかったって思ったんだけど、別の目線で考えるとこの隣人は子供に執着心があって普段から録音した音声を聞いていた。もしかしたら子供がいたんだけど何らかの事故や病気で亡くなってしまって普段からその声を部屋で流していた。それがボロアパートだから主人公に聞こえてしまって、怒った主人公はラジカセの音で対抗した。そうすると子供の声が聞こえなくなっちゃうから音量を上げた。ああ、なるほど。戦っているわけじゃなくてただ子供の声を聞きたかったって考えるとなんか悲しい話だな。悲しい話にも考えられるのがイミコアのおもろいところだよね。全くその通りだ。皆さんは隣人トラブルにご注意ください。人魚の肉。昔一人の少女がひどく傷ついた人魚を磯で見つけた。どう助けていいのやら困っていると、その人魚は海に戻してくれるだけでいいんですと消え入りそうな声で少女に頼んだ。少女は人魚の言う通りに海へ人魚を入れた。すると人魚は元気を取り戻してお礼にと大量の真珠を少女に渡した。その様子を陰から見ている男がいた。男は少女がその場を立ち去るのを見てから人魚に近づき、なんと人魚を殺し肉を取ってそれを娘と食べてしまった。人魚の肉には不老不死の効力があると噂されていたためだ。男の娘は余命宣告をされるほどの重い病気だったのである。70年後、あの少女は与えられたたくさんの真珠を元手に裕福な暮らしをしていた。一方男と娘は永遠に苦しむことになった。食べちゃった。助けた人はええ感じになったけどね。じゃないと困るって。人魚をお父さんが捕まえてさばいてそれを娘に食べさせちゃった。その結果苦しい結果になりましたってな感じなんだけど、なんかちいかわで似たような話あったな。あったあった。怖かったね。でもなんで不老不死の効力がある人魚を食べて苦しんでいるんだろう。人魚の肉に毒があったとか。まあ不老不死ってある意味毒かもしれないもんね。私の解釈では確かにこの肉を食べた二人は不老不死になったんだと思うけれど、この人魚のお肉に病気を治す力がないって考えると、あ、すっきり爽快ってわけじゃなくてずーっと苦しんだまま生きなきゃいけないってことか。そう、苦痛はそのままって感じ。そしてそれをただ哀れむことと自分がしたことへの後悔をするしかない。父親も同じく苦しんでいるってな感じで、少なくとも70年間は苦しんでいるね。怖いわ。私最初人魚を助けた人がその娘で、助けた後に父親が人魚を殺害、娘は知らずにして人魚の肉を食べて苦痛エンドレス不老不死になったって考えていたんだけど、もっとバッドエンドにするのやめて。まあ最後の文章で別人ってわかるからさ、多分最初の方が合っていると思う。皆さんは不老不死になりたいですか？寂しい島にいる男。俺は船で一人旅していたのだが、有名な危険海域を船で通過中、強い波に襲われて船から放り出されたんだ。なんとか近くの島にたどり着いたけど、まるで無人島かのような寂しい島だった。何かないかと探しながらしばらく歩くと看板があった。危険、罠ありと書かれていて、ゾッとした矢先に近くにトラバサミを見つけ、恐怖に足がすくんだが、同時に人間がいるのではないかという期待も膨らんだ。その後も看板はいくつかあって、看板通りに進めば罠を避けて歩くことができた。途中降り積もった落ち葉の中に蛇を見つけて、怯えながらぐるっと大回りして通ったら、通り過ぎた後に蛇ではなく風に吹かれたツタだと気づいた。蛇どころか、そこまで歩く間に一匹も動物に出会わなかった。罠にかかりすぎて動物なんていないのではないだろうかと考えていた。さらに進んだところに一つの小屋を発見した。小屋の中には一人の痩せこけた男がいて、男は驚いたような何とも言えぬ顔でこちらを見た。だがその瞳は輝いていた。私はついその男に話しかけた。あなたももしかして遭難者ですか？男はうなずく。その後男にいくつか質問をすると、この島には他に人間はおらず動物や虫すらもいないと分かった。この男以外に生息している生物はいないのだそうだ。食料は底をつき、植物すらも食べ尽くしたと男へ言った。ここに来るまでに何もなかったかと男、何もありませんでしたし何も持っていません。そうか、残念だな。男の手には湿った泥がついていた。この島の罠は男が仕掛けたのであろう。俺は気になってもう一つだけ質問をした。どれくらいこの島にいるのですか？男はもう長すぎて忘れてしまったと言った。なんかサバイバルゲームが始まる予感。始まらないよ。なんで？私の解釈ではこの小屋にいた男は生きるのに必死な人だから。いや、この島にたどり着いた人もそうだろ。そう考えたのは、この島ってこの人以外なあんもいないじゃん。確かに虫も動物もなんもないよな。でもこの人はそんな島で生きている。草食って生きているんじゃない？草も食っているだろうね。でももう一つ食べているものがある。それは遭難者。食人族だった？というのも動物がナーンにもいないのに罠を仕掛けているじゃん。
ああ、それで遭難者を罠にかけて食べようとしたってこと？そうそう。でもさ、その罠の前に罠ありって看板立っていたじゃん。そんな看板立てる必要なくない？これいろいろ考えられるんだけど、私の解釈ではそれは安心させるためで、本当のトラップは別の場所にあったんじゃないか？って考えている。というと、例えばめちゃ落ち葉が積もっていた箇所あったじゃん。あ、ツタが蛇に見えたやつか。そうそう、遭難者はビビって大回りをしたから避けられたけど、もしお腹ペコペコで蛇だと思って飛び込んでいたら、落とし穴で終わりよ。そう考えたら、そういったトラップをくぐり抜けてきて、自分の元にたどり着いたから、驚いていたんかね。そうだね。小屋の男もここに来るまでに何もなかったか？って言っているしね。そして、同時に食料が来たって思ったから目を輝かせていた。痩せこけた男って表現があるから、待望の食料だったわけだ。小屋の男の手に泥がついていたのはそういう意味で土を掘ったりして、トラップを作っていたからかもしれないね。それが長すぎて忘れるぐらいこの島に滞在しているってことは、そこそこの人数を食べちゃっているよな。皆さんは食べられないようにご注意ください。怖くなんかないもん。ということで意味がわかると怖い話を10話見てきたけどどうだった？難しかったです。そうだね、パッと読んだだけじゃわからないよね。でもさ、難しすぎると怖くなくない？そうだね、怖いと感じるよりも先に頭を使って謎解きが入るからさ。怖いポイントがわかったとて、はいって感じになって終わるんよね。個人的には短いのが好きかな。短くてゾワはできるの良いよね。やっぱり有名なやつはそういうのが多いよな。例えば、一人暮らしの男性が家に帰ってくると配置が微妙に違っていて、怖いから、ビデオカメラをこっそり設置して誰かが入っていないかをチェックしてさ、録画したものを再生したら包丁を持った女が部屋に入ってきて、ストーカーやん、って思って見ていたら押し入れに入っていって、その後に、自分が帰宅する姿が映って録画を止めていたってやつ。これ怖い。押し入れの中にまだそいつがいるってな感じなんだけど、こういう、ちょっとありそうで想像しやすいものだとやっぱり怖いよね。逆にあんまり好きじゃないのは暗号とかが出てくるやつ。あ、水銀のやつとか、浮かやせて銀とかか。とはいえ、そういうのを作れるのはすごいからさ。今後、また名作と呼ばれる意味がわかると怖い話が出てきたら良いよね。楽しみに待ちましょう。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。さあ、放課後の保健室のお時間がやってまいりました。今日の相談はどんなんでしょう？今日のお便りはこちらです。はじめまして。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。相談なのですが、私は趣味で絵を描いています。一次創作から二次創作まで、自分で言うのもあれですが、幅広いジャンルの絵を描いています。しかしツイッターやピクシブに上げてもほとんど伸びません。1時間2時間程度で描けた落書きや、24時間を超える大作を描いてもあまり見てもらえませんし、感想も来ないです。優勝依頼も募集してみたのですが、今まで依頼はゼロです。自分では決してうまくはなく、かといって下手な方ではないと思っているのですが、そんなに私の絵は魅力がないのでしょうか？せっかく頑張って描いても見てもらえなくて辛くて本気で悩んでます。もしよければオカルト先生に私の絵を見ていただいて、素直な意見や感想も聞いてみたいですし、今後どのようにすれば絵が伸びたり依頼が来たりするか、アドバイスいただけたら嬉しいです。イラストな。私たちはまああったく描けないから、才として表現できるだけですごいけどね。とはいえ、そんなこと言ってもらいたいわけじゃないじゃん。そうね、まとめるとイラスト描いてアップしているけれど、伸びないよう伸びろ、優勝依頼も欲しいとしたらいい？ってな感じだよね。イラストは見たん？うん、うまくていい感じだったよ。ちなみに私たちの動画って割と漫画家さんとかイラストレーターさんが見ていてさ。あ、そうなん。うん、作業用にいいんだってさ。嬉しい。フォローも結構してくれていてさ、だから私も暇な時ツイッターとか、インスタ、ピンタレストとかで見ているんだけど、そこで気づいたのが、素人から見てもこれは芸術品やーってなる。イラストを上げている人はやっぱりフォロワーも多かった。そしたらやっぱり腕がないと伸びないんかな？いや、私はそうは思っていなくて、上手いなーって思っても、フォロワー少ない時あるし、これはお上手なのか？って人でもフォロワー我慢を超えている人もいた。その違いは何なんだろう？うん、あくまでイラストを描けない私の個人的解釈なんだけど、イラストのレベル抜きで3つの要因があると思う。というと、1、専門性2、ストーリー。3、SNS 運用ってな感じかな？詳しく聞きましょう。1の専門性はターゲティングってな感じでさ。例えば私たちのチャンネルってオカルトじゃん。うん、あんまりオカルトないけど。そんな中で、例えば炎上系のまとめ動画とか歌ってみた、踊ってみた、ゲーム実況。これらの動画を同じチャンネルにアップしたらどうなる？みんなは怖い動画が見たいのに、そんな動画を上げられても見ないし。なんならチャンネル登録一覧が荒れるから邪魔って思うかも。
そうよね、だから一つのジャンルに全集中するのが良いと思う。例えばポケモン好きだったら、大カテゴリーはポケモン。うん。中カテゴリーはポケモンの英知なイラスト。うん。小カテゴリーは不思議種を必ず使うとか。なんか成績を感じるな。こんな感じにどんどん範囲を狭めて、そのカテゴリーの10本の指に入ることを目指す。当然興味を持つユーザーも減っていくけど、そのカテゴリーに興味を持っている人が、イラストを見てくれるじゃん。まあね。それが毎日更新されればさ、ユーザーが興味を持ったジャンルのイラストが、その人のアカウントをフォローしとけば見れるわけだ。なるほど、いくらイラストが上手くても自分が興味ないイラストだったら、ほーんって感じですっ飛ばしそうだけど、興味があれば、ええやんって思ってくれる確率が高まるってことね。そう、しかもそのチャンスがツイートすることにある。こんな感じに見込み顧客を絞り込んでグループにすることをセグメントと呼びます。はい、なんかインチキ情報商材みたいだ。続いて2のアイデア。例えばさ、単純にイラストを描くだけじゃ可愛いだけじゃん。別にそれでええやん。けど、この人は伸びたいんよ。つまり、いいねが欲しいし、リツイートしてもらってバズってフォロワーが欲しい。誰だってそうでしょ。うん、本で伸びるための武器としてストーリーがあるんよね。どういうこと？たまに某人間とかすっげー手抜きなイラストに文字がババって書いてあって、めちゃバズってる漫画回ってこない？あ、例えば、理解のある彼くんみたいなやつか。そうそう、あれもイラストだけど、その肝心のイラスト部分がほぼないじゃん。イラストはおまけで、伝えたいのは文章の方だな。これをパクってさ、何コマも書く必要ないから、イラストを書く際にストーリー性をもたらすと、みんなの興味を引いて、おもろい拡散したろってなるんじゃないかなって思った。例えば、ピカチュウがピースしているイラストみたいなのは、ありふれているから、その構図じゃなくて、不思議種がヘラクロスに蜜を吸われてシワクチャピカチュウならぬ、シワクチャ不思議種になっちゃったイラストとか、ジャパニーズ変態やん。虜になったヘラクロスが不思議種をストーキングしている様子とか、怖いって。でもピカチュウがただピースしているイラストより、文章だけ読んでも、そっちの方が見たくない？あわよくば、これおもろいとかなーにこれ？って、感情を揺さぶりたいよな。ネタが思いつかなかったらさ、社会現象？社会問題を掛け合わせると、割と良いと思う。例えば、レジ袋有料化に伴い、コンビニでブチ切れている不思議種とか、あたいはマイバッグあるからってお腹のポケットに商品詰め込んで、万引き犯として捕まるガルーラとか、なんか全部不穏なんですけど。アイデアを一コマ形式でもいいから漫画にしてさ、イラストを描くとそのイラストにイラストだけじゃない価値がつくから、拡散されやすいかな？なんて思う。あとはファンアートなんかも効果的かも。私たちもたくさん描いてもらって実際嬉しいしな。本人にリツイートされたら、そのフォロワーもフォローしてくれるかもしれんしね。じゃあ最後に SNS 運用ってのは？うん、これは SNS でバズるため、フォロワー増やすための、基本を身につける必要があるよってこと。例えば、プロフィール欄の書き方とか固定ツイートの内容とか、ネガティブなツイートはしないとか関係ないツイート、自分語りはしないとか。それ一番最初にやるべきやん。これは YouTube とかネットで調べれば腐るほど出てくるから、こいつは信用できそうだって人を3人くらい見つけて、一旦その通りにアカウントを編集しちゃって良いと思う。つまり、言いたいことは、とりあえずイラストを描くんじゃなくて戦略を考えてから、さあイラストを描くぞって感じにするってことね。そうそう、イラストも完璧なものを描こうとすると疲れるからさ、さっき言っていたものを取り入れて4割ぐらいの力で十分だと思う。4割で毎日1枚と、10割で3日に1枚だったら、結構差が出るもんな。まあイラストを描かない私の意見だからこれええやんって思えた部分を取り入れて、これからも楽しくイラスト投稿してください。楽しくってところが一番のポイントだね。放課後の保健室では、このようなお悩みや懺悔をお待ちしております。なんかいろいろ大変そうだけど、君ならきっとなんとかなるよ。さあ、この後のオカルトじゃんけんで、なんかそのめっちゃええ感じになろう。なあ、喧嘩しようぜ、こいつでなあ。オカルトじゃんけん。じゃんけん。ポン、僕はパーを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんかそのめっちゃええ感じになります。また見てね。バイバイ。終わり。